しもし、天城ですけど。ごめんね、遅くに。あのね、幹事くん、家にいないんだって。旅館のちょっとした用のついでに、染め物屋さんに電話してみたの。それでね、幹事くんのお母さんと話したんだけど、幹事くん、どこかへ出かけちゃって、そのまま帰ってきてないみたいなの。よくあることだってお母さんは言ってたけど、どう思う？だよね。もしかしたらこれ。ねえ、今日また雨だから映るかもしれないよね。真夜中テレビ、幹事くんに本当に何か起きたのか見ればわかるかも。0時になったら私も見てみるね。それじゃ。こんばんは。発展僕の街のお時間どえす。今回は性別の壁を越え崇高な愛を求める人々が集うある施設をご紹介します。極秘潜入リポートをするのはこの僕、辰巳寛治君どえす。一体僕は、というか僕の体はどうなっちゃうんでしょうか。それでは突入してきます。おいおい、そうだな、一体何なんだありゃ。けどクソ、予想通りじゃねえか。あん時帰らないであと一歩粘ったらよかったのかな。にしてもあいつの背後に映ってた場所、あれなんだと思う？崇高な愛を求める施設？わかんねえ。とにかく明日すぐ作戦立てようぜ。今までのこと考えるとさ、幹事はもうあの中なんじゃねえかな。真夜中テレビって結局何なんだろう。最初は心霊現象みたいなもんかなって噂を試したら見えたんだよね。そしたらもう一つの世界なんて大ごとに関係してて。噂になってるってことは、実際に見てるやつが結構いるってことだよな。確か、雨の夜の0時についていないテレビをじっと見つめる、だっけ、噂の内容。んなの何かきっかけないと普通試さないじゃん、アホらしくて。でも実際は、やりゃ誰でも見れるんだ。それも何度でも。もしこれが広まって、みんなが見出したら。えらい騒ぎになりそうだね。熊の話を元にすると、あの映像は失踪者自身が生み出してるとかなんとか。要はなんとなく見えてるわけじゃなくて、失踪者のせいで見えてるってことらしいけど。はぁ、てかユキコの時も見えたけど、当のユキコはそんなに関わった覚えないわけじゃん。あのさ、ちょっと話それるんだけど、あの映像って犯人も見てるんだよね。多分ね、きっとどっかで面白が…まさか楽しんでるってこと？人を放り込んでその後に映る番組を楽しんでるの？ああ、なるほど、可能性あるな。うわ、頭の中の犯人像が一気に変態属性になった。君の全てが見たいよユキコターン。うーわ、
うわ、うわー、てか、ユキコの一連の話見られたんなら一緒に私のも見られた可能性あり？犯人、絶対許さん！顔中、靴跡にしてやる！野郎ども、1、幹事を助ける、2、犯人潰す、3、犯人ぶっ潰す！オーケー！分かってるから。おいクマ、こっちに誰か入ったろ。あ、おう、誰かいるみたい。みたいって場所は？わからんクマ。カンジ君って男の子だと思うんだけど。わからんクマ。もう、なんなの？なんか拗ねてるとか？鼻クンクンしても、どっからの匂いかわからないの。お前、いろいろ考えすぎなんじゃないのか？自分が一体何者だとか、いつからここにいるのかとか。確か言ってたよな。どうせ空っぽ頭なんだから、あんま考えんなよ。そうクマね。なんか、結構深刻？幹事の居場所、お前に分かんないっつ言われると困るんだって。こんな世界、とても闇雲になんて進めねえしさ。幹事くんのヒントがあるといいかも。そしたらクマ、集中できる予感がひしめいてる。幹事くんのことがよく分かるような、なんかない？幹事のことか、なんかって言われてもな。噂ならよく聞くけど、親しいってわけじゃないしね。カンジ君の人柄を感じるような、なんかそういうヒントが欲しいクマよ。実際のカンジ君を知ってる人に聞いてみればいいんじゃないかな。
よ。
よし、みんな集まったね。行くよ。Oh.